セブンツーにやってきました。行こう、攻めよう。あ、やばい、一人ごとドラマを生もう。綺麗に山が、これ外したらマジ90いっちゃう。チャンネルはそのままで。熱中症対策。後半のスタートは358ヤード、赤 T ですね。あ、違うわ、こっちじゃん。こっちです。白 T です。後半もお願いします。くる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 、足を締めて。あー、起き上がってる。こう、あ、池がまた絡んでる。171。なんかレースかな。やっぱかもね。グリーン手前の結構難しいところまで行けない。バンカー方向に行ってみようかな。結果オーライ。完全に結果オーライです。ナイスゴロ。最近バンカーはそんな苦手じゃないから、狙えるところは狙ってた方がいいのかなっていうのは少しあるんですけど、リスクがね、かなり池が突き出てるんで、グリーン手前まで競り込んでますね。30ヤードぐらいあるかな。でかいよね、まずでかい。あ、今ちょうどいいね、今のイメージ。あ、でかいでかいでかい。ダンダン。何が悪かったかな。多分私の予想だとちょっとやっぱ振り上げたよりもこっちに力が入った。行きましたね。やっぱゴルフはパッティングですね。パッティングでしのぐですね。ダメだよね、今のは絶対パーとないと。358。最近やっぱティーショットが良くないとパーが取れないです。ドライバーもちょっといろんなことを考えてやっていこう。当たったよ、割とガツンといくよ。そろそろエンジンかけていくよ。あ、忘れてた、カートのこと。腰が引けるのが早いね。もっとこっちを踏ん張る。こっち。あれグッと行き過ぎてでっかいかもしれない。まあまあまあ、でもいいショットでした。今は満足です。で行きます。理由はちょっとね、下が緩いのと結構ボコボコしてるから、パターの方が確実。弱いかな。ゴー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 。うまいうまいうまい。イエイエイ、パー取れるぞ。しっかり勝手に手を出す。
ネルはそのままでお願いします。これは結構サービスですね。142のショート、ここは絶対パーを取るぞ、もしくはバーディーだぞ。40代前半でもあるんだぞ、頑張れー。おー天気がいいよ。変な風に変えちゃった。はい、あー嘘ー、こういうのきっちり。ボギーボギー、まあまあまあいいよ、耐えてるよ耐えてるよ。すごい伝わらないと思うけど、綺麗に山が見えます。今んとこね、40代前半まだ諦めてないからね、チャンネルはそのままでね、皆さんまだいけますよ、盛り上がっていきましょう。今なんであっち跳ねちゃったんだろうね、まあ、ミスですな。次短いです、284ヤードのパー4、これね絶対パーを取りたいホールですね。結構難しいな、リフレットしちゃってるから。結構戦略性ありましたね、短すぎて逆に。 OS1 1本飲んでます、まだ午前中飲んだんで、あとこれぐらい。ちょいちょいねこういうの補給しながらお茶とかも飲む、大事、熱中症対策やてんやばいよね。うわーすっごいこうつま先上がりになる、カード体重になりやすいね。取りたいよ。84。52だな。これはベタッと寄せたいよ。あ、お待たせしました。やっとショットが良くなってきました。一番後ろだ、あれだ、165ヤード、166、余裕で。つま先を、ああ、落ち着けてる、今のダメですね。ダメなミス、やばい。
最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。